représentant la France, Ryan Schubert.母国の英雄ブライアン・ジュベールを大歓声が包んでいます。元世界チャンピオンが迎える初の母国開催の世界選手権です。フランス、ブライアン・ジュベール27歳。フランスでの世界フィギュアは2000年以来12年ぶり、誇り高き元王者、フランスチャンピオンとしてこの舞台に立ちます。 刻んでいく英雄のステップです。 笑顔も見えます。 ジュベールの顔に笑顔が戻ってきました。 大きな拍手、もちろんスタンディングオベーション。 これぞブライアン・ジュベールです。華々しく男子シングル幕を開けました。さあ、本田さん、この2シーズンあまり調子が良くなかったブライアン・ジュベールなんですが、戻ってきましたね。そうですね、やはり力強い4回転、そして全体的なプログラムがジュベール選手ワールドができてましたよね。彼の世界がよく出てたと思います。 荒川さん、この表情から見ても楽しく滑り終えたんだろうなという気もするんですが、いかがですか。いや、そうですね、どんな戦略の時代にも自分のスタイルを貫き通して飛んできた4回転、この母国開催の舞台でっていう、本当に強い意志が伝わってくるような演技だったんですけれども、演技全体それだけではなく丁寧に一つ一つ滑ったショートプログラムだったなと思います。 2000年にフランスで世界フィギュアが行われましたが、ジュベールの世界選手権初出場が2002年です。初めてこのフランス母国で迎えた大舞台、きっちりとそこにピークを合わせてきました。
こだわりのよ、ちょうどですね、はい、4回転少しジャンプが詰まったんですけど流れが止まったんですけどよく3回転つけましたね。あのかつてはブライアン・ジュベールしか4回転を飛ばないという時代もありました、はい、そんな中こだわり抜いてきた4回転何かこうジュベールというこの選手の生き様を見たようなそんな感じのショートプログラムになりました。5年連続世界フィギュアは表彰台に上っていましたが去年のモスクワ世界選手権でその表彰台を逃しました。あの実は引退するんじゃないかというようなそんな去就も注目されているこのジュベールなんですがいやまだまだ健在というところを見せつけたそんな演技でした。こんなガッツポーズもかなり久々に見ましたね、はい、さあこの大歓声に包まれて得点を待ちます。フランス元世界チャンピオンブライアン・ジュベールシーズンベストは 67.92 という得点現在のトップはデニス・テンの 76.00 もちろんこれは超えてくると思われますが出ました 83.47 技術点は 44.35 という高評価になりました。この時点で2位を大きく引き離してやはりフランスの英雄ですブライアン・ジュベールがトップに立ちました。Sur la glace, représentant les États-Unis d'Amérique, Adam Rippon。フィギュア大国アメリカは今回男子の代表枠は2つジェレミー・アボットとこのアダム・リッポンです。まずは元世界ジュニアのチャンピオンアダム・リッポンの登場です。アボットもリッポンも日本の佐藤由香コーチそしてその夫でもあるジェイソン・ダンジェンコーチが指導しています。その2人でやってきたこの世界フィギュアリッポンにとっては2回目のこの大会です。気高く優雅な雰囲気でショートが始まります。アダム・リッポン22歳。4回転は入れない構成です。トリプルフリップトリプルトーループ綺麗に決めました。トリプルアクセル少しバランスを崩しましたね。得意のルッツトリプルルッツ。あっと両手を上げてのルッツだったんですがこれもバランスを崩しました。フライングキャメルスピン回転速度も良かったです。かつて世界ジュニアを制したアダム・リッポンです。一つ一つのエレメンツに非常に高い評価を得ています。
氷上の貴公子というようなそんな印象を持つアダム・リッポンですが、最後は激しくこのショートを終えました。ただ本人は満足の出来とはいかなかったようです。さあ本田さん、はい、4回転を今回は入れない構成でアダム・リッポンやってきましたので、はい、完璧にという思いもあったと思いますが。そうですね、やはりトリプルアクセルのステップアウト、そしてトリプルルッツ、この両手を上げて飛ぶトリプルルッツというのは彼にしかできないジャンプですので、ここはしっかり決めておきたいところだったんですが、バランスを崩してしまいましたね、はい、でジャンプの失敗はありましたが、スピンやステップなので加点をもらえるようなポジション、はい、回転速度、ステップも非常によく動いてましたので、そういったところの加点が点数につながってくると思います、はい、荒川さん、そういう意味では非常にこう総合力の高い選手という言い方もできると思いますが。そうですね、そしてまたあの音楽に合わせて後半盛り上がっていく、その音楽に合った臨場感が本当に伝わってきたっていうのは彼の演技の見どころだったと思いますね、はい、それだけに少しジャンプは慎重になってしまってランディングがうまくいかなかった部分あったんですけれども、ただこらえて転倒にはつながりませんでしたので、これが上位争いにちょっと影響がどれほどあるかなというところが気になりますよね、まあ、基本的にはこうショートよりもこのリッポンはフリーの方が得意な選手ですから、なんとかここは巻き返し期待という、まあ、アメリカ国民の期待も背負ってのアダム・リッポンです。非常に会場は大きく盛り上がりました。フランス・ニース、そしてアダム・リッポンにはダンジェンコーチがつきました。おそらくジェレミー・アボットに佐藤優香コーチがつくということで、ここは同じアメリカ代表でコーチの担当を変えてきましたね。そうですね、こちらが日本の佐藤優香コーチ、このあとアメリカチャンピオンのジェレミー・アボットのどうやらこのサイドにつきます。さあ日本の得点が出そうです。シーズンベスト 74.92 というアダム・リッポン、その得点にはわずかに届きませんでした。技術点 37.77、 演技構成点が 35.78、 73.55 は現在3位というポジションで、まあ、表情にはここはあまり笑顔は見えませんアダム・リッポンです。さあいよいよ第4グループの6分間練習が始まります。高橋大輔、その姿があります。2010年の世界王者高橋大輔、そして2011年の世界王者パトリック・チャン、この2人がリンクに入ってリンクの空気感も変わってきました。やはり本田さん、このグループが始まるとちょっとリンクが狭く見えますね。そうですね、そして緊張感がすごい伝わってきますね、このリンク6人の中に2人の世界チャンピオンを飲み込んでいます。さて本田さんは高橋選手のジャンプのコーチもしていらっしゃいますが、今回の高橋選手の調子も含めてどう見ていますか。そうですね、あの日本での練習、ここに来るまでの練習ですが、非常にいい練習をしましたし、はい、4回転の確率も上がってますので、自信を持って落ち着いて滑ってほしいなと思います。もともとフランスで合宿をする予定でしたが、それをせずに地元での挑戦になりましたが、はい、かなりそこで追い込んだんですね。はい、毎日の練習もよく滑ってましたし、一個一個のジャンプを大切に飛んでましたので感覚は残ってると思いますね、充実の表情で迎える奪還の世界フィギュアになります。現在の世界王者パトリック・チャンは緊張の1番滑走、高橋大輔は4番目の滑走です。新旧世界王者は決戦に向け静かに最後の調整を行っています。représentant la Belgique, Kevin Van Den Perren.
第4グループの6分間練習も残り1分を切りました。さあこの組は高橋チャンの他にも本田さん、はい、ジェレミー・アボット全米チャンピオンもいますが、こちらがですね非常に調子がいいように見えるんですね。そうですね、あのジャンプの安定感、ここの練習では非常によく、そして体もよく動いてますので、面白いですよね、はい、楽しみな第4グループです。会場は6分間練習が終わったことをコールしました。高橋大輔、万全の調整を終えてこのリンクを一旦去ります。そして最後まで確認していた他の選手、こちらジェレミー・アボットも笑顔を浮かべて、日本の佐藤由香コーチ、さあ高橋は一旦控え室に戻ります。会場からは大きな拍手、ただ一人残った現世界チャンピオンです。ISU のチンクアンタ会長がアナウンスされました。さあ、王者のアナウンスに会場は大きく沸いています。フランス・ニース、世界最強と呼ばれる現世界チャンピオン、カナダ、パトリック・チャン、歴史に名を残すチャンピオンになりたい、そのための2012年、この世界フィギュアです。今全てのスケーターが超えたいと思う存在、パトリック・チャン。さあ緊張の4回転、4回転トーループこらえましたね。完璧な形ではありませんでしたが、決めたパトリック・チャンです。トリプルアクセル、精度の高いスピン、次のジャンプはコンビネーションにする必要があります。トリプルルッツ、トリプルトーループ確実に決めます。回転速度非常にいいですね。あとは世界ナンバーと、ちょっとバランス崩したが、
連覇への夢に向けスタートしたパトリック・チャンですが、珍しくいくつかのミスがありました、このショートプログラム。パトリック・チャン、いつもの笑顔に戻って観客に挨拶をします、パトリック・チャンです。もちろん他の選手であれば気にならない程度のミスかもしれませんが、本田さん、はい、チャンにしてみれば珍しいというところですね。そうですね、やはりステップのところでバランスを崩すというのはなかなか見られないシーンだったので、そういったところが、まあ、万全ではない中でもここまでできてくるというのはすごいですよね。はい、荒川さん、はい、まあ、スケーティングそのあたりの質も含めてどういうふうに見えましたか？そうですね、本当に珍しく今日はちょっと硬いかなというような印象もあったんですけれども、やっぱり世界チャンピオンになっても守ることなく本当いつも全力でどんな試合も貪欲に戦っている姿勢というのは多くの選手にも一目置かれている要因でもあると思うんですね、でまたこのハイレベルな時代を引っ張っていくのはそう簡単なことではありませんので、この大会もおそらく大きな緊張が少しあったかなっていう、そんな印象はありますね、はい、今シーズンのシーズンベストが 87.95 という得点になります。おそらくこれよりは、その時は四大陸フィギュアで若干こうもっと4回転にミスがありましたから高い得点が出てくると思いますが、一つ目安は90点に乗るかどうか、90点を超える得点が出るかどうかというのがチャンの大きな目安になってきます。キスアンドクライのパトリック・チャン、現世界王者のショートの得点 20.46 点台、演技構成点43点台、90点にわずかに届かなかったパトリック・チャン、あと少しだねという表情でした。もちろんトップには立ちましたパトリック・チャン、この得点を他のスケーターが目指していくことになります。イタリア出身のサミュエル・コンテスティですが、出身はフランスのルアーブルです。祖国フランス、特別な思いで迎える29歳ベテランコンテスティのこの大会です。今年1月のヨーロッパ選手権では7位、2009年の世界フィギュアでは5位に入りました、このコンテスティ。イタリアのベテランサミュエル・コンテスティ、最初のジャンプトリプルルッツトリプルトーループ、トリプルアクセル、少し手をつきました。トリプルフリップ、あっという間に会場を味方にしたコンテスティです。表情がくるくると変わっていきます。
さあ見せ場のステップへ。ユニークな動きも入ってますね。大きなガッツポーズ、サミュエル・コンテスティ自らの魅力をぎっしりとこのプログラムに詰め込みました。そしてイタリア国旗、さらにはフランスの国旗も揺れています。フランス出身、その後イタリア代表として活動しているサミュエル・コンテスティです。コンテスティ、まあ、そういった本人のちょっと複雑な思いも実はあるんだというふうにも話していましたが、そんな思いをこの演技に込めました。いや本田さん、ベテランがこれ見せてくれましたね。そうですね、本当に彼のプログラムはいつも面白いプログラムを持ってきますよね。一つ一つの音を体で表現して、そして今高橋大輔選手がスケート靴を履きました。この後ブレジナを挟んで高橋大輔という滑走順です。さあコンテスティは第4グループ2番目の滑走を終えています。さて本田さん、はい、これジャンプですが、はい、最初のトリプルルッツトリプルトーループのコンビネーションだったんですが、トリプルルッツで少しバランスを崩したけど、その後のトリプルトーループでバランスを立て直して綺麗なジャンプで終えた、はい、マイナスのジャンプをプラスに変えましたよね。やはりそういったところが点数を稼いでいくところにもなってくるんですよね。はい、荒川さん、非常にこう、はい、まあ、ショーのようなプログラムを見せますよね、このコンテスティは。そうですね、本当滑っている時の表情は音楽の陽気さを個性的に表現していて、会場も本当後半につれて乗っていって一体になりましたね。はい、こう顔の表情だけにこうグッと引き込まれるような、はい、そんな魅力のあるベテラン29歳です。もともとフランス代表を目指していましたが、まあ、それは認められずにイタリア代表の、まあ、国籍も取得して、そしてイタリアチームのために戦ってきたこのサミュエル・コンテスティですが、フランスの観客は温かくコンテスティを迎えています。さてコンテスティシーズンベスト 66.86 という中、得点ですがもうその得点を大きく超えました。 73.55 というシーズンベスト。5コンポーネンツも7点台が4つという高評価になりました。 73.55 は現在5位、コンテスティは5位につけています。チェコのミハル・ブレジナ、2年連続世界フィギュアは4位です。今回こそ表彰台を狙ってこのショートを迎えます。4回転サルコーを組み込んできましたが、その順番はなんと3番目のジャンプです。このショートの音楽は日本を意識した選曲です。リスクの高い構成、トリプルアクセル、大きなジャンプ。
トリプルフリップ、トリプルトーループ、これも決めた。そしてこの後4回転サルコー、決めた。いいですね、はい、悲願の世界フィギュアの表彰台へ完璧なスタートを切りました、チェコ、ミハル・ブレジナ。今日が22歳の誕生日ですが、最高の誕生日になりました。この後を滑る高橋大輔、この歓声の後にリンクに向かうことになります。さあ、4回転サルコーですね、本田さん、はい、基本的には冒頭に持ってくる選手が多いんですが、今まで見たことないですね、3つ目のジャンプに4回転を持ってくる選手は。これはどういう意図があると思われますか。それだけ4回転サルコーに自信がある、そしてトリプルアクセル、トリプルフリップ、トリプルトーループを決めた後にどういうふうに持っていけるか、もし失敗した時にどういうふうに持っていけるかっていうのも多分計算した上での4回転だと思うんですよね、スーパーだ。そしてこのやはり圧倒的な自信を持つ4回転サルコーが鮮やかに決まって、荒川さん、はい、非常にこのブレジナの得点も他の選手に脅威になってきそうですが。そうですね、ジャンプの成功だけではなくて他の部分でもしっかりとステップなんかで体を大きく使っていてもバランスが乱れることないボディコントロール力もしっかりと見せてくれましたね、で今できることというのはほぼ 100% に近いぐらい今日のショートでは詰め込むことができたのではないでしょうか。はい、2年連続の世界フィギュアの4位、今シーズンはグランプリシリーズ初優勝も果たしたブレジナ、今回は優勝あるいは表彰台争いには十分絡んでくる実力はあるとは思われていましたが、ただここまで鮮やかにショートを決めてくるとは、さすがの演技を見せたブレジナです。もともとこのショートの曲は去年の、東京の世界フィギュアに向けて作った曲、その開催は流れてモスクワとなりましたが、その太鼓の音に合わせて、日本のファンにも届くこの演技です。いや本当にしかし男子シングルは難しい勝負になりそうです。さあ、ブレジナはシーズンベストが 79.08、 緊張の瞬間、87点台、技術点はなんと 48.70、 パトリック・チャンに次いで当然の2位、
今回の男子シングルは難しい戦いになりそうです。そんな中、高橋大輔がこれから演技へと向かいます。ソチまでの3年間は自分にとっては1シーズン、そう語ってきた高橋にとってここは決してゴールではありません。しかし負けず嫌いの彼にとって負けてもいい世界選手権はありません。日本のエース高橋大輔、一番高い場所を奪い返すためのまずはショートです。最初の4回転、願いは届くか。4回転のトーループ決めた。トリプルトーループ、まさかの2つ目。気持ちを切り替えてトリプルアクセル。最後のジャンプ、トリプルルッツ。最初のミスの動揺は高橋には見られません。レベルをしっかりと取りたいこのスピン。動いてますね。圧巻のステップでした。長光コーチも拍手を送っています。最初のジャンプにわずかなミスはありましたが、その後の演技でそれを忘れさせてくれました。さすがの高橋大輔の演技です。本人はちょっとやってしまったという感じで今長光コーチの元に戻ってきましたが、ただコーチのこの笑顔、今のうなずきですね。荒川さん、そうですね、やはりこの舞台でこれだけしっかりと滑り切れたっていうのは非常に素晴らしかったと思いますし、なんといっても重心の低くて安定したスケーティングに緩急をつけて流れもある演技というのは本当に高い評価もつくような絶品のスケーティングだったと思います。はい、さあそして本田さん、この2回目はどうしたんでしょうか。そうですね、4回転降りた時にスピードがなくなって、そこから無理やり行ってしまいましたね。で回転が足りなく転倒になってしまいますね。トリプルトーループの転倒で、そうですね、はいはい、ディラクション1がつきますね。
しかしその転倒はつきますが、ただもちろん4回転は決まってますし、はい、あの基礎点は残ってきますね。そしてトリプルアクセルやトリプルルッツ、そしてスピンの回転速度が今まで以上に良くなってますので、はい、そういったスピンでの加点がもらえてくると思います。あとステップの時の世界観ですね。いやー、よかったですね。このフランスのニースの観客が完全に引き込まれていきました。練習では実は本田さんはちょっとステップに関してはどうかなと思った部分どうですかね。スピードの話されてましたかね。そうですね、バランスを今日はバランスを崩してしまったんですが、すごく楽しんでいるなという、この曲を楽しんでいる、動きを楽しんでいるなっていうのがすごい伝わってきましたね。さあ、そして、やり終えたというそんな感じの表情でしょうか。この緊張感でそこまで楽しんで滑れるというのはなかなかできないものですけどね。はい、さあ先にパトリック・チャンが滑り終えて、その後の2010年世界王者高橋の得点です。シーズンベストは90点台ですが、85.72 という得点です。特に演技構成点では非常に高い評価を得ました。85.72 は現在3位ですが、もちろん十分挽回可能、その位置に高橋大輔はつけました。今回のフランス・ニースの世界フィギュアスケート選手権のダークホースと言ってもいい存在です。日本の佐藤由香コーチが指導する全米チャンピオンジェレミー・アボット、これまで大きな舞台ではアメリカの期待を裏切り続けた印象もありますだったんですが、すでにもう演技に入っています。フィギュア大国アメリカ、復活を期すそのエース。一瞬考え込む表情です。好調で迎えたこの世界フィギュア、全米チャンピオンジェレミー・アボット、まだ心の整理がつかないというようなそんな表情です。さあ、まずは荒川さん伺いましょう。そうですね、やはり得点源というのはジャンプなので、このミスというのは、上位に食い込む上では痛い失点にはなってしまうんですけれども、ね、ただミスに引きずられないで演じ切った部分というのはさすがで、このショートプログラムはサスペンダーをうまく使いながら軽快にこう緻密な、はい、いいプログラムなので、そういった見せる部分では得点にはつながってきていると思うんですね。そのあたり、佐藤由香コーチにコーチを変えてから非常に表現面でも高い評価を得るようになりました、このジェレミー・アボットです。だからこそ本田さんもこうそのあたり難しいところですが、ジャンプを決めればより点が出てくるという部分もあるわけですよね。そうですね、やはりこのプログラムよく動いてますし、非常にいいプログラムなんですが、ここは攻めに行き過ぎましたね。トリプルフリップ、あの状態からトリプルトーループは持っていくのは非常に難しい、はい、ただこのトリプルアクセルの大きさ、はい、流れは良かったですね。ただこれがやはり世界で勝ちたいという強い気持ち、はい、が裏目に出てしまった部分じゃないかなと、そして、トリプルルッツの予定がダブルルッツになりましたが、ある意味転倒以上にこちらの方が点数としてはかなりきついものがあるんですね。そうですね、トリプルジャンプを飛ばなければいけませんので、基礎点がかなり下がってしまいます ね、 そこからマイナス技の評価で、はい、GOE の方でマイナスされますので、もちろん表現面では高い評価を得ると思います。佐藤由香コーチ、94年の世界チャンピオンです。自らももちろん世界チャンピオンをという思いもあるはずです。さあ、ジェレミー・アボット83点台のシーズンベストですが、得点伸びません。減点1もあり 74.85 という得点、現在6位、ジェレミー・アボット、全米王者はこの位置に沈んでしまいました。まず
ちょっと悔しい表情を見られましたが、今日の演技振り返っていかがですか？動き自体は悪くなかったんですけど、1本目のジャンプでちょっと無理なジャンプだったんですけど、つけてしまって、そこがちょっと残念ですけどね。宣言通り4回転挑みましたが、あの瞬間2回目は何が起こったんでしょうか？いや、1回目はちょっと降りるときに詰まっちゃって、でも3つけた方が勝てるかなと思ったんですけど、やっぱちょっと強引にやってしまったので、それがミスにつながったっていう感じで、そこら辺は本当に悔しいです。僕自分のその計算ミスでああいう風になってしまったので、でもショートで4回転とりあえずですけど入ることができたので、それは本当に良かったなと思います。ジャンプ以外のステップなどはいかがでしたか？もう他のところはスピンとかまだレベルとかちゃんと見てないので分からないですけど、自分の中では結構動けましたし、お客さんにもアピールっていうものはできたんじゃないかなと思います。ニースの会場も沸いていましたが、明日はフリーです。どんな演技を見せてくれますか？もう明日も力まずり、今日みたいな感じで自分らしさを大事に、練習してきたことを本当にやるだけなので、何も考えずにやっていきたいと思います。日本のファンの方も楽しみにしていると思いますが、ここを見てほしい、どんなところでしょうか？今年最後ですかね、シーズン最後のフリーになると思うので、そこら辺を精一杯やっているところを見てもらいたいと思います。ありがとうございました。頑張ってください。Sur la glace, représentant la Belgique, Kevin Van der Perren. ベルギーのケビン・バンデルペレンです。実はこのバンデルペレン、世界フィギュアの初出場が2000年。場所はここフランス・ニースでした。10回以上の世界フィギュアを戦い抜いてきたベテランです。いまだにジャンプのキレ、その高さというのは大きな彼の持ち味でもあります。引退も視野に入れながらという今シーズンのバンデルペレンです。去年は17位の世界フィギュア。思い出の地フランス・ニースで迎える世界フィギュア。トリプルトーループ、トリプルトーループ、4回転の予定でしたが3回転、3回転になりました。ダブルアクセル。トリプルルッツ。
得意のジャンプにミスが出たケビン・バンデルペレンです。ケビン・バンデルペレン、ベルギー代表として長年このフィギュアスケート界を引っ張ってきましたバンデルペレンです。あの練習でも非常にこう質のいいジャンプを本田さん飛んでいて、まあ、まだ健在だなというふうに思わせる部分もあったんですが、そうですね、このショートプログラムの最初のジャンプ4回転の予定だったんですが、3回転になったジャンプも悪くないジャンプなんですよね。そうですよね、まあ、2000年の世界フィギュアには本田さんも出場されましたが、はい、まあ、その頃から戦い続けているわけですからすごいですよね。そうですね、さあそして荒川さん、はい、まあ、荒川さんもバンデルペレンというとジャンプの印象強いと思うんですが、そうですね、ですのでやっぱり彼の最大の得点源はジャンプになってくると思うので、そのジャンプを生かしたかったですね。ただここ数年で非常にあの以前ですと諦めてしまうような、はい、あのそういった演技も見られたんですけれども、最後まで、ま、丁寧に滑ることっていうのが非常にこう身についてきたんじゃないかなという印象はありましたね。なるほど、このあたりもこう成長を続けている部分なのかもしれませんね。そうですね、あとはまあスケートとやはり真摯に向き合って好きだという気持ちが強いんでしょうね。あ、そうなんですね。以前ですとやっぱり勝負の方に意識が強く傾いていたと思うんですけれども、今はやっぱりスケートを大事に滑ろうという気持ちが伝わってくるようになりました。はい、世界選手権は実に10回以上の出場歴を誇ります。まあ、オリンピックも3大会連続で出場、非常にこのベルギーの男子の歴史を作ってきたバンデルペレンです。さてシーズンベスト71点台のケビン・バンデルペレン、その得点が間もなく出ますが 66.38、 得意の技術点でここは点を稼ぐことができませんでした。現在12位というバンデルペレンです。さあ残すは最終グループの6人だけとなりました。世界フィギュア男子ショートプログラム最終グループの6分間練習がこのリンクで行われています。さあ荒川さん、はい、それぞれシーズンの集大成を迎えました。この1年間をどう見てきましたか？そうですね、あの小塚選手は今シーズン銀メダリストとして注目されて入ったシーズンだったんですけれども、序盤で靴の問題もあったりでフラストレーションのたまるあの我慢の展開だったんですね。でもこの試合に向けては調子も上げてきていますし、ここで精一杯戦ってほしいなと思います、はい、で羽生選手に関しては地元仙台へ元気を届けたいという思いもあるでしょうから、今シーズン大変だった分目覚ましい成長も見せてきていますから、その進化もここで示せるといいなと思います。その羽生は今4回転チャレンジしましたが転倒です。さてここまでの得点を確認しておきますと、1位がパトリック・チャンカナダ 89.41 という得点、2位にチェコのブレジナ、3位高橋大輔が 85.72 という得点です。1位と3位の間には 3.69 しか得点差はありません。さらにこの6人の中でシーズンベストで国際大会85点台を出している選手はいないという中で、やはり4回転が大きな鍵を握ってきそうです。その4回転への調整も含め、日本の小塚そして羽生、この後最終グループの演技が始まります。今最終グループの6分間練習が終わりました。緊張と静寂の一瞬、選手たちが次々とリンクを去っていきます。小塚そして羽生の順に日本期待の2選手もリンクを去ります。非常にハイレベルな争い、今回の男子シングルです。将来
羽生は一つ一礼をしてこのリンクを一旦去ります。さあいよいよ最終グループの演技です。18歳の若きメダリストからラスト6人の激戦が始まります。ロシアアルトゥール・ガチンスキー、去年の世界フィギュア銅メダリスト、プルシェンコ2世と呼ばれる才能、なんといっても注目はその4回転です。去年銅メダルを獲得したアルトゥール・ガチンスキー、まだ18歳。新4回転時代の申し子、その得意のジャンプ、あっと2回転2回転になりましたね。珍しいミスが出ました。トリプルアクセル、トリプルループ、この後のジャンプは立て直しています。1月のヨーロッパ選手権でもプルシェンコに次ぐ2位、伸び盛りの18歳です。サーキュラーステップシークエンス、コンビネーションスピン、去年のメダリストがまさかの失敗。アルトゥール・ガチンスキー、ロシアのエースがこのショートで大きなミス。本人も頭を抱えて、これは非常に本人にとっては悔やまれるスタートになりました。今回メダルが期待されたアルトゥール・ガチンスキー、ロシアですが、本田さん、はい、珍しく4回転ミスが出ました。そうですね、やはりプレッシャーもあったとは思うんですが、練習でも一度も決まってなかったんですよね。それがやはり飛び急いでしまった理由でもありますね。ちょっとここに来てこう4回転の調子が合ってこなかったんですね、はい、非常にそのあたりはこう繊細な部分も4回転ジャンプありますが、うん、これでガチンスキーはかなり大きな得点のロスをしました、まあ、羽生選手のライバルとも言っていい18歳、その得点です。
シーズンベストは 84.80 という得点ですが、大きなどよめきとともに 68.50、 シーズンベストにもちろん大きく届かず、現在で11位、メダリストがこの位置に沈んでいます。徐々に歓声が高まります。去年のヨーロッパチャンピオン、フランスの若きエース、フローラン・アモディオ。ニースの観客は大きな期待を持ってアモディオを迎えました。もちろん初めての母国開催の世界フィギュア、去年は7位。ヨーロッパ選手権3位、今力をつけているフランスのアモディオ。フランス国民の期待に応えられるでしょうか。最初のジャンプは4回転、4回転サルコーで転倒ですね。トリプルルッツ、トリプルトーループ、流れのあるジャンプ。トリプルアクセル、なんとかこらえた。得意のステップへ、足換えのシットスピン。フランス・ニースでの世界選手権、目標は表彰台、そう掲げたフローラン・アモディオですが、4回転ジャンプにミスが出ました。さて、まずは荒川さん、はい、非常にこう4回転サルコーの成功率も高まってきていたこのアモディオなんですが、そうですね、そして全体的に体がよく動いていましたので、状態も良かったと思うんですけれども、その失敗の仕方もしっかりと回転をしての転倒だったので、少しもったいないなという気はしますね、はい、ただその他の一つ一つの演技要素は丁寧にこなしましたので、その分の得点はあると思います。さあ、この後日本の羽生結弦、その演技を迎えます。男子ショートは残すあと4人です。この4人の中に
羽生、そして小塚と含まれていきます。この後羽生結弦が演技を迎えます。さあフランスのフローラン・アモディオ、小田さん、ジャンプの失敗ありましたけれども、ちょっと残念ですかね。そうですね、転倒があったんですが、その他のところで加点をもらえる要素がたくさんありましたので、点数が出てくると思いますね。不安そうな表情で見つめていますが、79.96 まで得点は伸びてきました。シーズンベストは更新です。そして現在5位というフローラン・アモディオ、ややプレッシャーに負けた感のあるこのショート、母国での演技です。17歳の初陣です。世界フィギュア初出場。被災した、そしてスケート、この2つに向き合ってきた1年です。この2つを結びつけられることに苦しんだこともあったそうですが、ただ今は演技を通して伝えたいことがあると羽生は言います。込めた思いは日本へ、そして世界へ届くでしょうか。その思いが届けば、日本が誇る若き才能に世界は必ず驚くはずです。羽生結弦、生命の力強さを表現したいというショートです。最初のジャンプ、大きな鍵を握る4回転、4回転のトーループ、ダブルトーループ、4回転決めました。トリプルアクセル捉えました。得意のスピン、最後のジャンプ、あっとトリプルフリップの予定が1回転抜けてしまいましたね。トリプルルッツですね。それでもまだ諦める場所ではありません。初めての世界の舞台、ほろ苦い17歳の世界選手権デビューとなりました。羽生結弦が何度も首をかしげながら今観客の声援に応えます。
最初の4回転から非常にいい流れで入ったかと思われましたが、さて荒川さんは今日のこの羽生の演技はどうご覧になりましたか？はい、そうですね、4回転も決まってトリプルアクセルもこらえて気持ちがどんどん後半に向けてテンションが上がっていったんだと思うんですけれども、ちょっと力を込めすぎてしまってタイミング外してしまったかなっていうような失敗が最後に、ね、出たのが非常にもったいなかったですね。普段ああいう失敗の仕方をほとんどしないので、おそらくタイミングちょっとずれてしまいましたかね。はい、さて本田さん、はい、どうですかね、今回4回転を決めた中でのその他のジャンプのミス。そうですね、やはり最後のジャンプですね、トリプルルッツの予定がシングル1回転になってしまったことによって、このジャンプの基礎点が 0.6 になってしまうので、やはりジャンプ1つ分点数が低いかなと。なるほど、そこはかなり大きな得点としてはロスになってしまいます。ただ4回転の切れ味というのはこれでも世界のファンには十分覚えてもらえるだけの出来だったと思います。そしてフリーに期待しましょう。フリーは今シーズンは非常にいい成績も残しています。さて羽生の得点を待ちます。この後は小塚貴彦、ショートの得点はシーズンベストには届かず 77.07。それでも6位にとどまりました。17歳羽生のチャレンジはフリーへと持ち越されます。佐藤信雄コーチから声をかけられます。落ち着いた表情でその指示にうなずきました。日本勢でただ一人昨シーズン表彰台に上った小塚貴彦、力強くうなずいて銀メダリストが見据える世界の頂点です。挑戦することにこだわり続けた今シーズン、その集大成を迎えます。日本小塚貴彦、ショートの音楽はインナーアージ。4回転のトーループ、ここからが勝負です。トリプルアクセル、あっと2つ目トリプルアクセル、シーズン取り組んできた新しい表現です。トリプルルッツ、トリプルトーループ、意地でこらえた最後のジャンプ。
ト、ラインステップ細かくよく動いてます。最後はロングスピン、小塚貴彦が最近では見たことがないこのショートの出来です。貴彦、小塚、4回転それからトリプルアクセルという大きなジャンプのミス、去年の銀メダリスト小塚が演技を終えています。世界の頂点に立つためにさまざまなチャレンジを考えているこの小塚の今シーズンです。フリーでは4回転2回を入れるという構成も今シーズンは考えています。さあその小塚の得点、シーズンベスト79点台、この得点ですが、テクニカルエレメンツが伸びません。35点台、演技構成点37点台に減点に 71.78 は12位、小塚にとっては信じられない順位です。初めての世界フィギュアの舞台いかがでしたか？そうですね、やっぱちょっと緊張したかなって思うんですけども、まあ4回転に関してはすごい雰囲気に飲まれずにしっかりと自分のことをできたと思いますし、あと、まあ、ルッツに関してはちょっと気が抜けてしまったかなっていう、まあ、明確な原因があるので、それを明日のフリーに向けてしっかり直したいなと思います。6分間練習では4回転ちょっと転倒する場面も見られましたが、不安などは全くなかったですか？そうですね、まあ、公式練習ですごい調子良かったんで、あまり不安はなかったですけども、やっぱりちょっとしたそういう、まあ、世界選手権の洗礼じゃないですけども、ちょっとした気の緩みが出てしまったのかなって思います。滑る前、阿部コーチに話しかけられていましたが、何と話しかけられたんですか？とりあえず、まあ、公式練習調子良かったし、いつも通り、楽しんで滑ってって言われるふうに言われました。では明日のフリー、どういうところがポイントになってくるかと、何を見せたいですか？とりあえず今日4回転降りているので、このままの調子で、しっかりと注意するところは注意して、まあ、ルッツが結構後半に向けての鍵になるっていうのは前から分かってたので、それを注意してノーミス目指して頑張りたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。男子ショートも残すはあと2人になりました。こちらも次世代を担う有望株、スペイン、ハビエル・フェルナンデス、20歳です。今シーズンからコーチをブライアン・オーサーに変更しました。20歳ですが、早くも6回目の世界フィギュアの舞台です。今回本人は目標は5位以内というふうに話しています。
あと2人となった最終グループ、こちらも伸び盛り、ハビエル・フェルナンデス、スペイン。こちらも4回転から入ってきます。4回転のトーループ、こらえましたね。ジャンプ2つ目、コンビネーション、トリプルルッツ、トリプルトーループ、これも決めた。トリプルアクセル、少しバランスを崩しましたが、失敗最低限のマイナスですね。なるほど。さあここから観客を味方につけて、ライアン・オーサーコーチのもと、このスケーティングの質というのも高めてきました。最後まで自分らしく滑り切ってフェルナンデス、4回転も決めて、さあ得点を待ちます。この後は最終演技者ベルネルを迎えます。さあどういう評価になってくるでしょうか。うん、
本人はもう少し得点が欲しかったという 81.87 という得点です。技術点は43点台、高い評価。現時点で5位ということで、しっかりと最終グループには入ってきました、スペインのハビエル・フェルナンデス。さあ、いよいよ最後の演技者、最終演技者はチェコ、トマシュ・ベルネルです。あと一歩のところで表彰台を逃し続けてきた不運のスケーターですが、今回は大きなチャンスを迎えています。世界フィギュアは2回の4位、表彰台に乗りたい、そんな思いでやってきたフランス・ニースです。最終滑走、25歳のトマシュ・ベルネル、チェコ。質のいい4回転を持っています。この4回転、あ、2回転になりました。スケーティングから最後のジャンプ、トリプルルッツ、トリプルトーループ。技術を持ちながら、またしてもこの大舞台で4回転を決めることができませんでした。さて、ここは荒川さんに伺いましょう。はい、あの練習中見てても本当に素晴らしい滑りをする選手なんですが、そうなんですね、でここ一番という時に少しこうプレッシャーに飲まれてしまうようなシーンが多いような気はするんですけれども、まあ、ただプログラムは全体的にスピードもあって良かったですし、しっかりとスピン、はい、ステップなどそういった部分では質のいいものを積み重ねましたから、それだけにジャンプのミスはもったいないですね。今リンクから降りてきたこのトマシュ・ベルネルです。本田さんは今回のこの演技どうご覧になりましたか？そうですね、やはり最初のジャンプですね、この4回転が2回転になってしまったことで、やはり基礎点がかなり下がってしまいますね。そして
その後も崩れる場面がよくあったんですが、このショートプログラムよく最後まで集中してまとめたと思います。という本田さんの評価ですが、このコンビネーションが両足着氷ですね。そういったところが少し技の評価 GOE でマイナスがありますが、はい、ただステップやスピンなどのポジション、非常に良かったと思いますので、そういったところの加点もらえると思います。このベルネルも25歳になって、こうより円熟味が増してきたというような、そんなスケーティングになりましたよね。そうですね、ただやはり最初の4回転、はい、大技基礎点が高い分、はい、2回転になってしまいますと、やはり1点台これがマイナスされてしまいます ね。今回の最終グループはやや緊張感、世界フィギュアの持つその怖さに飲み込まれたような、そんな印象です。最終演技者、そのベルネルの得点です。得点伸びません、 70.38。 技術点が特に低い評価になって、ベルネルは14位。これでショートプログラム全ての選手が演技を終えました。男子ショートの結果を確認しておきましょう。1位がカナダパトリック・チャン、そして2位にブレジナ・チェコ、3位に高橋大輔、4位にブライアン・ジュベール、5位にハビエル・フェルナンデス、6位にフローラン・アモディオというトップ6になりました。高橋大輔とパトリック・チャンの得点差が 3.69、 これは十分フリーで挽回可能というポジションです。羽生が7位、そして小塚は13位というショートの結果です。まず今日のショート振り返っていかがでしたか？そうですね、自分が思ってなかった、やっぱりジャンプのミスっていうのが出たのが、いけないですね。なんといってもやっぱりジャンプ飛んでこその、プログラムだと思うので、そういう意味ではすごく悔しいです。順調だっただけに悔しいミスかなと思うんですが。そうですね、順調だっただけに結構慎重にやったんですけど、その慎重にやったことがまた逆に恨みに出たかな。もうちょっと思い切ってやってもよかったかなと。調子は悪くないので、これで気持ちを切らすんじゃなくて、明日のフリーに、全力でぶつかってきたらいいなと思ってます。明日のフリー、どんな気持ちで滑りましょう？そうですね、今日はちょっと、守ってたつもりはなかったんですけど、調子が良かっただけに守りに入ってたかなというふうに思うんで、攻める気持ちを忘れずにしっかりとやりたいと思います。フリーのポイントはどこになりますか？そうですね、とにかく最初から最後まで途切れのないいいプログラムを振付師の先生に作ってもらえたと思っているので、それを楽しみにしてもらえたらいいなと思います。ありがとうございました。さて、男子ショートを終えてトップがパトリック・チャン、日本勢は高橋大輔が3位、羽生が7位、小塚が13位というポジションでしたが、本田さん、どんな印象でしょうか？はい、そうですね、やはり4回転というリスクの高いジャンプに挑戦する、その緊張感すごい伝わってきましたね。そしてそのもし失敗した後のジャンプスピンをどう丁寧に滑るか、そういったところがこの点数になってきたと思います。はい、そして高橋大輔、十分これ挽回可能ですね。そうですね、フリーに期待しましょう。フリーでの巻き返し期待していきましょう。